間、業務スーパーに売っていた大容量バナナチップスを食べたいと思います。なんかここに書かれている猿断定風になってますね、見た目。このバナナを調査してるってことなんだな。それは調査しなきゃいけないようなバナナを使ってるってことはないとは思うんですけど、なんかちょっと気になる。でも可愛い、そんな感じがします。で、わ、その気になるバナナチップの中身は確かにたっぷり入っているように見えます。ではどんな味なのか早速、はい、はい、では温めまして、中身はこんな感じ、ではいただきます。うすすバナナの味がするということで、どんな商品なのかとっても気になってたんですよね。これ、それがたっぷり楽しめるんだったら本当に嬉しいと思います。パリ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 と食べるバナナは、まったりねっとりとした食感とはまた違った美味しさと味わいがあっていいんですよね。あなたもバナナお好きですか？もしそうなら、このじゅわーっと広がる甘さをぜひ感じてほしいです。あ、ちなみに自分は一度で食べきってますけど、ジッパーがあるので保存も効きますから、まあ、基本、一袋一気に食べる商品ではないんでしょうね。これは、はい。なので、ある意味自分側なのかな。詳細な味については、この後すぐにレビューします。それでは、ごちそうさまでした。そうね。噛んだ瞬間にパリパリという心地よい音は聞こえてくるのですが、バナナの甘さはそこまで感じ強くなかったです。ところどころでまったりとした優しさは来るんですけど、そこまで気持ちにあーっと甘さが広がってくるわけではなく、さっぱりして食べやすい反面、あまりバナナの味はあまり感じられなかったかなとも思いました。まあなので、どちらかといえばパリパリという音を楽しむバナナチップスなのかなというのが今回食べてみた感想です。何なのかな、まあ、まずくはないんですけど、ちょっとバナナのが好きな自分としては物足りない部分もあるかなということで、今日食べた業務スーパーのバナナチップスはですね、3点とさせていただきます。はい、それでは七福神参り、ダンスするのと祝うかな、いやダンスしながらやるようなことじゃないと思うんですけど、というわけで本日は業務スーパーのバナナチップスを食べてみた動画でしたが、あなたは気になりましたか？もし気になったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。では演武終演